どうも、アイヒデです。今日はですね、モンゴルに行くことになったきっかけと、トライアウトとか練習参加の内容、契約内容について話していきたいなと思います。モンゴルに行くことになったきっかけなんですけれども、自分の大学の同級生にですね、ラオスで契約した選手がいまして、で、その選手のチームメイトにモンゴルで昨シーズンプレーしていた選手がいまして、その選手をこうつなげてもらって、で、モンゴルの話をいただいて行くことになりました。で、トライアウト練習参加についてなんですけれども、どこの国に関してもなんですけども、登録期間っていう、大体1ヶ月か2ヶ月ぐらいあるんですけども、その間でしかこう選手は登録できないんですよね。で、その間で登録できればそこの国でプレーすることができるっていう形になるんですけれども、モンゴルはそのシーズンは3月の1日から3月の31日までの1ヶ月間で、その間に登録して登録できればプレーできますよっていう形になります。で、自分が行ったのがですね、3月の4日に行きまして、次の日3月の5日からもう、トライアウトが始まって行きました。モンゴルはトップリーグ1部2部っていう形になってまして、10チームトップリーグがあるんですけども、10チームのうちの5チームに参加することができました。チームの説明はこうざっとなんですけれども、1部から上がってきたチームと、ギリギリ降格しなかったチーム、カップ戦優勝したチーム、リーグ戦優勝したチーム、あと自分が契約したチームですね、の5チームに練習参加しました。トライアウトなんですけれども、トライアウトっていうのはこう試合をして、その中で監督とかお偉いさんとかこう見て判断するっていう形になるんですけれども、もちろん自分がやりたいポジションが 100% できるわけではなくて、実際に契約した FC ロンバートでのトライアウトはボランチをやったんですけれども、ボランチは中学生の時ですね、中学生以来やったことがないポジションでこう出されて、わっと思ったんですけど、一瞬でも契約するためには頑張らないと、自分が任されたポジションでやるしかないので、ボランチで一生懸命 100% やって、無事その後契約をしたいという話をいただいて、で、練習参加して実際の金額を提示されて契約することになりました。他にもですね、さっき言った5チーム行ってたんですけれども、本当は違うカップ戦優勝したチームに行きたくて、トライアウトはもうなしで、練習参加にずっとそのチームには行っててですね、チームメイトとも仲良くなって、で、練習ゲームも2試合一緒に出て、いざ契約するってなったんですけれども、契約の内容をチームがあって、自分がいて、間に日本語を話せるモンゴルの方が入ってくれてたんですけれども、この通訳の違いなのか、チームがこう嘘というかちょっと持って話をしたのか、ちょっと未だにわからないんですけれども、最初に話をしていた内容とちょっと違くて、実際にこう紙面をこう渡されて、そこにサインしたらもう契約完了なんですけれども、紙面見た時にちょっと金額違くねみたいになっちゃって、で、もう荷物とか全部もその生活するはずだった家にこう荷物全部持ってきてたんですけれども、ちょっととこの金額じゃなと思って、一回そこで話をストップして、で、他のチームの話を聞いてみたいということで、話をしたチームがカップ戦優勝したチームよりも結構いい待遇でやってくれるって話だったので、こっちに行くことにしました。実際の給料なんですけれども、給料はですね、モンゴルのお金でいうと135万トゥグルクですね。家が出て、ビザ代、食事代、勝利給、あとさっき言った基本給が追加されて、全部で5つ、福利厚生っていうんですか、チームに入ったらこれをしてあげるよ、あと番号選べたりとか、ポジション好きなの選んでいいよとか、いい待遇だったので行かせてもらいました。契約についてなんですけれども、本当にその1ヶ月間っていうのは苦しい時間がずっと続くわけで、すごいその時間がストレスであって、決まるか決まらないかがわからないですし、もし決まらなかった場合は日本に帰るしかないですし、本当に苦しい時間が続きました。カップ戦優勝したチームとの契約を破棄してしまった時には、このままチーム決まらないのかもしれないっていう、なんていうか、自分が思っている条件と相手が出してきた条件がやっぱ合わないことも多々あるのがサッカーでの海外での契約だと思っているので、なかなか思った条件は出ないっていう風に考えるのがベストかなって今回のこのモンゴルで思いました。逆にですね、最後の1日2日まで本当に何があるかわからないっていうのが今回契約で分かって、自分が仲良くしてもらっていた先輩も前期から後期でこうチームが変わるってなったんですけれども、後期全然チームが決まらなくて悩んでいたんですけれども、本当に最後の最終日の 1,2 時間前、登録
間の閉まる 1,2 時間前にチームが決まって後期もモンゴルでサッカーを続けることができたので、この1ヶ月っていうのは自分の人生にとってすごい大きな1ヶ月だったなって今思い返すと大変な時期だったって思いました。でも今後そういうのがプラスになっていくかなと思いますし、まだ今年度も挑戦をしていくので、この経験を糧にまた頑張っていきたいなと思います。モンゴルの区民性とか生活とか、あっちで自分がどういう生活をしていたかとか、あとサッカーの内容ですね、リーグの内容とか外国人選手だったりとかモンゴルのローカルの選手の話についてはまた違う動画で上げさせてもらいたいと思うので、楽しみに待っていただけたらなと思ってます。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。